くりするぐらい足開いとったんだけど、俺この ずれた感じがおもろいな。あのこの時差っていうんですか、あの皆さんこんばんは、元気？皆さん元気ですか？あ、みんなこんばんは言うとるでしょ。じゃんやっちゃう？めっちゃ綺麗ね、すごいね。こんばんは、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 久しぶり。生配信久しぶり、みんな元気ですか？急に終わった。こんばんは、久しぶりやね。皆さん久しぶりやね、皆さん元気？ちょっと2024年明けました。もうもう1ヶ月2ヶ月か経っておりますが、はい、ちょっとねライブがね2月の4日にね、2024年一発目のライブ2月4日に終わりましてですね、はい、みんな元気ですか？しかもちょっとはい、今年からまあ僕のねインスタストーリーなど等々で上げているんですけど、2024年からちょっと新しい体制になっておりまして、はい、改めて本当に新体制になって、活動していくことになっておりましてですね、まあ、ライブにね来てくれた人にはお話はしたんですけど、そう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 、YouTube なかなかねライブにお越しになれない皆さんもたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、新しく新体制でやっていきます。で場所もね前のところはもう一切使わなくて心機一転ということで、まあ、全て心機一転ですね。はい、ちょっとねこれ申し訳ないですが場所は言えないですみんな素晴らしいですね。はい、場所が素晴らしいですよね。素晴らしいです、場所が素晴らしいですね。本当にね素晴らしいですね。いやありがたいですねもう素晴らしいですねって俺とアシアちゃんとまあ亮太やねんけど、まあ、アキラもいてくれてんねんけどな、ちょっと言えないよね。そうですね、これはもうちょっといろいろ、これはそうなんですよ、
まあ、海外ですね。海外だと、あ、そうですね、ちょっともう海外ですね、はい、そうですね、はい、あのここ実はもう海外なんですよ、はい、それぐらいのつもりで、うん、はい、もうそれぐらいの感じですね、正直。そうですね、待ってました、みんなありがとうございます、みんなシー言うてはるわ、こんばんは言うて、あ、嬉しい、もうなんかもう40人近い感じで ね、 そうですね、あ、いいですね、ありがとうございます。ちょっとほんまにご無沙汰で、だから YouTube はだから2ヶ月ぶり、2ヶ月ですよね、12月の末にやってるからほぼ2ヶ月ですよ ね、 ね、はい、あの、みんな元気、ほんまに、ほんまっすよね、ほんまにね、いやー、いろいろあるよね、やりたいとはね、思ってたんだけど、あ、そうそうそう、なかなかね、ライブも準備もあったりと、そうなんですよ、はい、ね、本当にずっとね、アシアちゃんともそうやし、リョータともそうやし、みんなでね、あの、やりたいなとは言ってたんですけど、ちょっと本当に新体制ということで、あの、いろんな環境がガラッと本当に変わりましてですね、まあちょっとこう、1月は、はい、わて大変でした。そうですね、はい、でもね、ちょっとやっと落ち着いてきてね、まあ、2月の4日カバー曲ライブ、あの、やったんですけど、大盛況でしたね。ああ、そうでしたね、もうパンパン酸素薄なる感じでしたね、はい、もう本当にたくさん来ていただいてね、あの、ミュージックバー空、もう本当に素晴らしい空間で、あったかい空間で、あの、カバー曲ライブさせていただきまして、で、これがもうね、あの、本当にもう早い段階でソールアウトになったんですけど、ちょっとこうキャンセルもあったんですけど、すぐにまたこう埋まってしまいましてですね、本当にありがたかった、本当に楽しかったです。もう、あの、来ていただいた皆さんにちょっと僕の、まあ、思いでやったりとかいろいろお話しさせていただいて、はい、なんか本当ね、まあまあ、ちょっとこう音楽をさらにこう突き詰めて、本当に、まあ、僕自身がずっとやりたかったこととかね、まあ、音楽を、大山貴教の音楽をこうきっちりより一層皆さんにこう届けていって、みんなとちゃんとつながっていきたいなと、あの、2024年から思っておりますので、あの、 YouTube 配信もね、今月は2回できんのかな、ね、で3月も2回できんのかな、はい、ちょっとそっから先はちょっと待っててちょっと待ってて、はい、ほんでね、ちょっとまあ、新しくということで、まあ、ちょっとね、芦屋ちゃんともいろいろ相談、まあ、みんなとご相談してて、オリジナル曲もちょっと、はい、歌います。ただ、まあ、まるまる1曲ってなると、さすがにあれなので、まあ、オリジナル曲とカバー曲を交えて、まあ、ワンコーラスずつなんですけどね、この YouTube 配信は、みんなちょっと楽しんでもらおうかなと思っております。はい、まあ、1曲目はじゃあ景気づけにオリジナルでも行くかっていうか、みんな、多分、まあ、すごく画像と音綺麗だと思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。みんなどう、ちょっと答えてみて、みんな久しぶりですね、こんばんは、まあ、こんばんは、こんばんは、ほんまにありがたいよこれ、こんばんは、はい、イエーイって来てるいや、みんな高さんのあれちょっと答えてくれる、あの画像は綺麗ですか。あの、私は山田くりすっごいオレンジでしょ、はい、めっちゃいい、お、嬉しい、オリジナル嬉しいです、あ、お気に、まあ、ちょっとやってみようか、しだちゃんね、よっしゃ、じゃあ1曲目オリジナルなんですけど、ちょっと、はい、皆さん、この画面越し見ていただいてるたくさんの皆さん、はい、ちょっとノリノリでいきますよ、一番だけやけどね、はい、In the Sky という曲、盛り上がっていこう。一期一会は
偶然じゃない、君と出会ったこと、君のそばにいることを、キュッと手をつないだら、どんな時も離さない、君と This 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 包まれる Shining Star、皆さんバランスはいかがだったでしょうか。お、みんなすごい綺麗、いい感じよ、めっちゃ綺麗です言うて。うん、いい感じそう。皆さんいかがだったでしょうか。ギターとあのバランスはどうですか。みんなどんどん言うてね、ぜひ言ってください本当に。あの、いやーめっちゃ綺麗です。あ、みんな拍手、おきにおきに、ありがとう。言うと関西で今一番配信のクオリティ高いんちゃいます。そうなんかな、ちょっと、いやちょっと僕他のちょっとこうそういう、ごめんなさい、あのあんまちょっと 見ないんであれなんやけども、そ、そうなんやろね、機材事情というかね、僕らが知ってる感じを見ると、確かにこの頃の機材で配信してるのはちょっと見かけたことがないので、あのねちょっとね本当にもう、まあ、これ本当にもう申し訳ない、あの何回も言って申し訳ないね、別にあのこうね、あの別に自慢でも何でもないんだけど、本当にねすごいんだここ。もうちょっと入ってきた瞬間にもうのけぞったもん全員。え、うせやんここって。みんな一回こうなりますよね。そう、うん、ほんまにほんまにすごいな。いやーありがたいね、本当にありがたいです。もうね2024年もう大山高典の年ですよ、辰年。みんなほんであの大山高典のロゴマークみんな見てくれた、インスタ明けおめです笑いオリジナル素敵えーでー言うて、ありがとう。ほんまにもうねインスタどんどん見てください、もう皆さん、うんうん、ね、龍ですから、立つですもんね、はい、そうや、立つやは立つ、立つですよ、上り龍、思いますね、うん、T シャツ作ってありましたもんね、なんか、そうよ、あ、そのスタッフ T シャツ、ね、スタッフ T シャツね、スタッフ T シャツを作ったんですよ、あの、売れへんけど、あれはもう完全非売品なんですか、はい、いや、みんながほんまに、じゃあ、だってみんな、こう、もうやめよう、この話、あれで、でも、あの、受注生産しはったらいいんじゃないですか。ああ欲しい人なんかそんなん多いでしょ、まあ、もう在庫抱えるのもあれですから、そうやな、欲しい人だけ、ね、そうなんですよ、あのそうスタッフ T シャツを作って、まあ、2月4日来てくれた皆さんはあのご存知だと思うんですけど、まあ、僕も来てて、まあ、亮太も来てて、もう一人スタッフいててね、新しく参戦してくれたやつがいてて、うん、で、まあ、来ててね、まあ、それこれ売れへんねん言ったら、ええーとか言うてんけど、大体関西人ええー言うて買えへんから。まあそのパターンがね、そう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 、パティン多いですからね。どんだけそれで裏切られてきたか俺。そうやねんな、これ不思議なもんですよね。そう、そんなに言うならじゃあ言うたら意外にそうやねん、ものすごい在庫残ってるやんみたいなことちょいちょいありますよね。そう、ありますね。アーティストにそんなん言わしといてな。あのいやもうぜ、そんなん欲しいとかで、分かった、みんながそんなん言うたら作るわってパッと販売したらもう買えへんねん。僕も最近そんなことありました、同じようなことや。もうねびっくりしますよね、はい、えってなりますよね。そうですね、年男よ。スタジオ変わってる、そう変わってんね、うん、スタジオ変わってんね、あのまああの何回も言うけど、あの体勢変わってん、はい、前の男とはもう全然あの違うので、これからずっと、はい、皆さん引き続き応援オーバーよろしく。そこは変わらないですね。あの新しい体勢になったよろしく、新しく体勢になったあの言葉遣いも変えようかな。そうですね、なんか新しいちょっと標準語でいく、みんなよろしくね。ああでもその方がええかもしれないですね、あ、ま、キャラ的にはね。マジでなんか嫌ですね。そっか、なんかマジでマジでっていうの嫌ですね。マジで、最初から言えば高いんちゃうか、高ないよ、大丈夫よ。もうね、あの基本的にあの大山高典、僕があの前に前面に出てあの活動していくので、皆さん安心して、そんな高いとかそんな作らないから大丈夫よ。僕はあの皆さんのそばにいてますから、はい、
なんで笑った足がちゃいます。ええこと言うたんじゃ。いやそうなんですけど、なんか振りに聞こえて。ああそうそうそう。びっくりする高かったおもろいな思ってそれでね、はい、T シャツが。欲しい小さなサイズ。わかった。みんなそんなん言うたらよろしく。あマスクね、マスクも作ろうか新しいのね。あったらね別にそれはそれで使うじゃん今。ということで歌います。今すごいね50人ぐらい見てくれてるね。ありがとうみんな。じゃあねちょっとこのカバー曲いきたいと思うんだけど。なんで標準語なってんやろ俺なんだけどあのトークトックってあるじゃん今トックって言ったないトークトックそうあの韓国であるじゃんトックってそう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 何の話やねんってそうあのねトークトークっていう曲があるんですけど牧原のりゆくさんの曲なんですけどねまあちょっとねあの皆さん一番だけですけど遠く離れていても僕のことがわかるように力いっぱい輝ける日をこの街で迎えたい。ありがとうございます。皆さんありがとう。相変わらずトクトクうどんって書いてある。あれ俺がトック言ったからやな、はい、マスクね、マスクも作ろうよね。高さん相変わらずええ声ありがとう。関西の王子様、それ言い過ぎやわ。嬉しいけどね。もう王子様、俺王子様ってかどっちかというと王様じゃないかな何笑ってんねみんな、ほんま。あ、そうやね、全然違うよね。タカさんええ声、音やばいですやって、すごく綺麗に聞けます。さすがです、さすがです。そうやね、すごいね。俺なこう真正面にいてんねんけどさ、ものすごいなんかジャッジされてる感じがして、でたまにこううなずくね。そうそうそう、わかるもうすごいよな、大御所感出てるよね。うん、なんかね、そうなんですよ。
あ、そうそう、あのね、そう、滋賀ライブがね決まりましたよ。僕のなんだ、インスタにアップしてるんですけど、はい、これは どういう感じに出るのかな。出た、見て、やばない、これ後ろに出るんだよ、みんな。滋賀ライブ、3月の23、映ってる？まだ？ちょっとズレがあるんか。あ、出た、見てみんな、これ、これすごいでしょ、こういうこともできるんですよ。まあ、ちょっと見にくいかもしれないけど、これね、3月23日ですね、はい、これ滋賀県の酒蔵レストラン、はい、藤井本家ってやったんよね、一番最初に、はい、一番最初の、そう、藤井、滋賀はそうでしたね、そうそう、一番最初に滋賀県ライブさせていただいた時に藤井本家っていう酒蔵でねさせていただいたんです。すごい本当に歴史あるところで、でそのね藤井本家さんがね新しく作ったとこなんだよ、レストラン。しかもこれお食事付き、いえ、です、はい、あ、ライブお食事で5,000円、はい、お安い、安いですよ、ね、食事付きですこれ、へー、かっこいいでしょ皆さん。そうなんですよ、新しいお店なんですか。新しい、めっちゃ新しい、めっちゃ新しいお店、ちょっと下見に行ってきて、うん、すごい良かったです、へー、うん、で、すごいいいところですね、楽しみ、会場、まあ、お昼ライブなんですけど3月23日、会場が12時半お昼ので、食事を1時から2時まで1時間食べていただいて、すごいですよ、もうメニュー決まってます、え、天ぷら定食ですね。それは大山さんが決めはったんですか、そういうメニューを決めるんですか、こっち、なんかこうちょっと打ち合わせしていろいろあった中で、で、かす汁つきます、へえ、すごい、はい、で食べていただいて、ライブが2時からですね、昼ので、これはもうアシアちゃんと2人でやります、どっぷりとお届けしましょう、はい、そうなんです、へえ、楽しみやな、そうなんですよ、なんかね、ま、これが3月23日にあるんですね、3、2、3、そうか、でも告知をするなんて、もう告知、これ前にもライブがありますもんね、そうなんですよ、そう、みんなね、ね、ですね画面切り替わるかな、3月23も大事なんですけど、全部大事なんだけど、これみんなこれ見てください、これ目指してます、3月17ですね、ここですね、はい、この3月17日のこのソープオペラクラシックですね、これですね、学校の先生みたいになってる俺がね、これですよ、いいですか、これ、このソープオペラクラシック、はい、これがね、ちょっと3月17日日曜日です、はい、ぜひ皆さん来てもらえたら嬉しいなと、はい、そうなんですよ、ぜひ皆さん来てください。まずこの3月17のライブ、これはね、あれです、私大山貴則と芦田ちゃん、そしてベースに悟で、ピアノに雪下直也ね、この前のカバーライブでね、あ、そうです、やった、そうなんですよ、楽しかったね、あ、楽しかったですね、ギターとベースというね、あ、皆さんね、楽しんでいただけたんですね、そうそうそう、そんな良かった、そうなんですよ、ライブね、ちょっとね年間でいっぱい決まっていってるんで、そうなんですよ、ほんまや、高先生、そうでしょ、いいですか皆さん、このソープオペラクラシックっていうところですよ、いいですか、これちゃんと火開けてちゃんとメモ解くようにちょっと先生入ってますよね、わかった、お前ちゃんとせなあかんね、君ら、あ、行きたいっていうかね、ぜひぜひ、いや予定がーっていうんじゃない、予定は開けるもんやから、そうそうそう、お 酒、ね、お酒も飲み放題ですかって書いてありますよ、何がですか、それどっちの話ですか、これは多分滋賀じゃないですか、滋賀 ね、滋賀は多分の飲み放題とかちゃんとお金払ってくれたら飲めるんじゃないですか、まあお酒はいっぱいありますよね、うん、お酒屋さんですから、お酒屋さんよか、酒蔵ですから、酒蔵ですもんね、はい、飲み放題というかね、はい、飲み放題ではないです、その都度注文していただいてという感じですね、うん、はい、ぜひでもね、この3月17がね、ありがたいことに結構ね
ひょっとしたらもうちょっと早い段階でソールドアウトになると思います。素晴らしいです。はい、あの3月17日のこの梅田にあるソープオペラクラシックですね、あの去年も2回させていただいた場所なんですけど、今年もね、1回2回3回ぐらいかなさせてもらう感じ。そして11月にちょっとあの大きいライブがあります。ワンマンライブ、はい、それまたあの改めてまた告知しますんで、あのそこ目指してね本当にね頑張っていこうと思ってるんで、あの本当に3月17の皆さん、ほんまに日曜日ちょっとなかなかっていう人もいらっしゃると思うんですけどね、時期的に、でも本当に迷ってはる人はすぐご予約お待ちしております。で3月23の滋賀県ライブも、ちょっと数にね限りがあるので、お待ちしております。それとまだちょっと予約っていうのはあれなんですけど、3月の29やね、3月29に、カバー曲ライブ第2弾、ちょっと面白いことを考えてるんで、メンバーはね芦屋ちゃんと、久しぶりや ね、初めてじゃないですか、そのこれも初めてかな、ちゃんとやんの、ね、パーカッションに橋爪拓、はい、イケイケ野郎ですね今回のイケイケボンバーですね、はい、ちょっと楽しみに、あの4月もね決まってるんで、はい、一緒に飲みましょう言って、あ残念、またぜひ来てください、どこかのライブ来てくださいぜひね。はい、ということでオリジナルを歌おうか、あしゃちゃん、ちょっとねこれもねノリノリです、なので皆さん久しぶりに一緒に盛り上がってくれたらいいかなと。君に恋してる、行ってみよう。誰よりも君が好きで好きで好きで、こんなにも溢れている。 Don't somewhere love、 誰よりも君が好きで好きで好きで、あなた以外考えられない。 Never forget my love、 みんなで I miss you babyBaby, I need you, baby. I love you so much. 君に恋してるね。出会った時から何か運命的なものを感じているよね。どうしてだろう。目を見つめるだけで Oh yeah ドキドキしちゃう。恋する気持ちを伝えていますか、大切な君からの。オリジナルは楽しいぞおいオリジナル楽しいな、うん、はい、
いや皆さん楽しんでいただいてますでしょうか。みんな楽しんでる？本当にいやみんなが楽しんでくれてないとね、はい、意味がないよね。今日はいい感じですかマネージャー。はい、よかった。ずっと立ってるけど大丈夫？ほんま？またフラフラ。いや本当にね、なんか久しぶりですね。なんかね、まあちょっとね、配信頻度はさすがにちょっと週一はできないんですけど、まあまあ2月3月は2回やって、まあ4月からまあできたら、まあ、1回だけになるかもしれないんですけどね。まあやっていけたらいいよね、橋田ちゃん。なんか配信の形もこう変わってこう、うん、ね、ライブですごく多くなっていくじゃないですか、はい、カバーのやつ。そうなんですよ。そこをきっかけに、まあ、こうやってオリジナルをやって、まあ、この世界観をこう味わっていただいて、またさらにこうね、うん、ファンが増えていくっていう風になっていけばいいですよね。ね、うん、今まではこうカバーして、はい、大場さんの世界観としていただいててライブやったんですけど、今度ちょっと逆転しましたもんね。逆転した、ね、ライブの形数が増えるんで、そうそうそう、ね、使い方ですよねこれ、はい、うん、本当にイエーイ楽しんでる、最高です、イエーイオリジナル最高、ふー、ありがとうございます。みんなどんどんコメントしてね、本当にね、はい、じゃあ歌おうか。この曲もね本当にね大好きなカバー曲です。クリス・ハートの I Love You。ちょっとびっくりするぐらいやりやすいねんけど、どないしょこれ。むちゃくちゃ入り込めますね。やばいです、はい、伝わってんのかな。永遠にやってしまいそうや、アシアちゃん。わかります、わかるでしょ。
はい、めっちゃ好きやわこの曲、泣ける。ん、タカノリハート、タカノリハートやねんけど、タノカリハートってなんなんそれおい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 、名前間違えるなよもう名前言うわ、ユウさん、もうこれはごめん、名前基本的に呼ばんようにしてんけど、おいユウさん、タノカリハートって誰やねん。どっか新しい薬局みたいになってませんか。薬局ってヤドカリみたいになっとるやねんかわし。え、せっかくこんな感動した後やのにこれほんまもうびっくりする。ちょっともうちょっとちょっとやで、ほんまにおもろいな。はい、ありがとうございます、めっちゃ嬉しいで言うてね、増えちゃいます。いや、 OM ファリー増やしていこう。もうね、あのね、みんなとねちゃんとつながりたいんだよマジで。今年から、あのもちろん去年までね、僕も結構長いこと活動してきてて、本当にあの音楽に特化したというかやってはきてたんだけど、あのね今年からね、やっぱりね、もっとあのあったかい、みんなとちゃんとつながりたいし、みんなにちゃんと届けたいし、なんやろ、真心の輪っていうのがあって、でそれをね本当に広げていきたいんです。もうそれだけ、そのために体制変えました。本当にやっぱりね、なんやろ、やっぱりこう真心って大事だと思うんですよね。あの誰がではなくて、やっぱりこうして本当にみんなね、こうこんな時間も、みんなの貴重な時間こうやってたくさん集まってくれるわけじゃないですか、久しぶりにしてもよ。でまあいろんなこうやって支えてくれる、こうまあまあまあメンバーもそうやしさ、スタッフもそうやし、もうなんかみんなそうなんだよ。はい、なのでちゃんとね、ちゃんと音楽をやっていきたい、さらに。はい、なので頑張りますマジで。ということで次の曲、じゃあそうでしょうか。これはもうまるまる言ってまいたくなるよね。じゃあ僕の大好きな曲、ちょっと時期というか季節全然違うんですけど、この間カバー本当にありがたいことに、もう満員御礼で、本当にめっちゃ盛り上がったんですよね。で、まあ、ちょっとこうどんな曲歌ってほしいですかという中で、ちょっとこうこの曲みたいなの言っていただいた男性の方がいらっしゃってて、まあ、ちょっとすごいね一発目やったんで、ま、レパートリーに入れようか迷ったんですけど、まあでもちょっと配信でもね、やっぱり歌おうかと、アシアちゃんと言ってて、はい、もう大好きな曲です。もうこれ僕の曲です。何も言えなくて、夏聴いてください。愛してたから
中の悩み一人で背負ってたあの頃、俺の背中と話す君は俺より辛かったのさ。時がいつか二人をまた初めて会った、あの日のように導くのなら、水のように空気のように意味を忘れずに、当たり前の愛などないと心に刻む、短い夏の終わりを告げる波の音しか聞こえない、もうこれ以上苦しめないよ、背中にそっとさよなら。これね、ちょっとね、あの終われんかった、終われなかった、音めちゃいいな、ありがとうございますはい、新体制頑張って、輪になろう、さわになって踊ろうとかでね、ラララララみたいなあったよね、これ何やったっけ、あ、V6? V6? え、歌よね。やっぱ音いいって。さあみんなご一緒に歌ってますか、言うて。さすが。ギター最高。素敵です。いいです。ありがとう。みんなありがとうございます。まあ、あの、ちょっとね、久しぶりということで、あの、楽しいね。うん、やっぱ楽しい。みんなありがとうね。まあ、てな感じで、え、つい配信いつやったっけ、2週間後、27、次のね YouTube 配信が 27? ほんまに、いやね、はい、そう、俺もアップしてるわ昨日はい、27日、2月の27日また9時半からやりますので、皆さんぜひあの楽しみにしててもらえたと思います。あのライブ本当にぜひ来てください。あの3月は今そこ目指してあの頑張っていってるんで、3月17の、ソープオペラクラシックライブ、ちょっともう本当にね、あのありがたいことに確実にもう3月入ってしまうとソールドアウトになりますんで、早いもん勝ちです皆さん。はい、あのマジでちょっともうあのパンチコリにまたなりそうな感じです。はい、と3月23日が滋賀県ライブですね。もうこの2つのライブはあの公式本、大山高の公式ホームページにあのアップされてるんで、でカバー曲ライブ第2弾が3月の29です。皆さんこれもねちょっとあのキャパがちっちゃいので、あのそうやね、あの言うてもまあ35人ぐらいしか入れないのよね。はい、なのであのまあちょっとまだ予約はのページはまだないんだけど、もうあの今からまだ僕告知と同時に予約するようにするので、早いもん勝ちです皆さんのはい、あのまあちょっとでも2月中、今月中にあの、3月29のカバー曲ライブのやつ、ちょっと今あのフライヤーというかまたこうまとめて作ってるんですよ。カバー曲ライブ結構やるんで、そうそうそう、そうなんです。で、まあ、まあまたちょっとアップしますけど、5月の、10? あの
何だっけ、竹園19で、5月の19日にあの芦屋に、ね、竹園というホテルがあるんですけど、まあ、ここで の, あのライブも決まっております。これランチライブなんですけど、はい、それもねちょっとね予約がね、あの僕じゃないんですよ、あの直接竹園さんにあのご予約していただく形になる。またこれもアップします、近々またアップするので、ちょっとあの5月19は芦屋竹園 で5月もね確かね2回カバー曲ライブあるんですね。で4月が1回かな、4月1回だったね、4月が1回なんですけど、あのまたあの、はい、どん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 まとめてアップしますんで、とりあえず3月17日の梅田のソープオペラクラシックワンマンライブと3月23の滋賀県ライブ、これ昼ですね、で3月29のカバー曲ライブ第2弾、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで最後はねオリジナル曲光を歌って、一番だけ歌って終わろうかな。みんな今日もありがとうね。ありがとう、ありがとうございます皆さん。オンギター下良平、いや本当に今日もあの久しぶりなんですけど、たくさん集まっていただいてありがとうございました。本当にね、また27日かな、2週間後はい、また皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。本当にね、ありがたいことに、私は小山田君のインスタもそうやし、ストーリーもよーく見てくれてるんですよ皆さん、ありがたいですね。まあまあちょっと、本当にさらに、みんなと一緒に頑張っていきたいなと思ってるんで、さらにですね、応援してもらえたら本当に嬉しいと思っております。ちゃんとつながっていきましょうみんなとね、本当にね。いやもう楽しかったね、あしあちゃんね、うん、ね、もう最高やった、最高やった、もうみんなのおかげだ、ありがとう、本当に本当におかげだよ、ありがとうございます。本当に、もう光光言うて、もっと聞きたかったです、ありがとう、ありがとうね、そう言ってもらえて嬉しかった。音色もすこぶるいい、めっちゃ最高、ありがとうございました。本当にまたみんなに会えるの楽しみにしております。ちょっと本当にライブをね今年しっかり頑張っていきたいと思ってるんで、はい、また僕も今日もすごい楽しかったです。みんながこうやってコメントでね盛り上がってくれるのを見るとやっぱテンション上がるんで、ちょっぴりでも来てくれてありがとう、そういうのがね嬉しいんで、はい、ということで本日の配信も終わりたいと思います皆さん。ということで皆さんの貴重な時間をありがとうございました。じゃあまた2週間後27日会いましょう。じゃあね、バイバイ。